ようこそお参りくださいました。本日はですね、神宮大麻のお話をさせていただきます。今日はですね、こちらの神宮大麻、今の時期12月頃ですね、この頃になりますと全国の神社でこの神宮大麻、その年の神宮大麻が頒布され始めるかと思います。そして、この年末受けられる方もいらっしゃれば、お正月初詣の際に受けられる方も多いかと思います。その神宮大麻、なぜ全国のご家庭に頒布されるのかということについて、ちょっと今日はお話をさせていただきます。皆さん、伊勢の神宮、どこにあるかご存知でしょうか。伊勢とありますね、これが大ヒントですよね。伊勢、三重県の伊勢市にですね、神宮の、内宮様が、お鎮まりになっております。三重県にある神宮のお札、それがなぜ全国のご家庭に頒布、配られるのか、これちょっと疑問に思いませんか。遠方の、神社、神宮のお札を受けるというのは、なかなかできないですよね。旅行とか、なかなか遠出をしないと受けることができません。それがなぜ神宮のお札は全国のご家庭で受けることができるのか、全国の神社で受けることができるのか、これについてですね、ちょっと簡単にお話をさせていただきます。細かく歴史を紐解いてお話すればですね、とてもじゃないですけど大学の授業並みにかかってしまいます。そこまで喋る自信はございません。ですのでちょっと簡単にお話をさせていただきます。歴史を遡るとですね、平安時代の終わりの頃まで遡るそうです。平安時代の終わりの頃にですね、御師または御師とも呼ばれる神宮の神さんたちが全国を巡ってですね、全国に散らばって、そして全国で伊勢の神宮のお札、神宮のお札を配って回っていたそうです。ちなみにその頃は今のような神宮大麻と言わずにですね、その頃はお祓い大麻と呼ばれるお札であったそうです。その御師の長年の活動によってですね、江戸の頃にはですね、全世帯の9割ぐらいの方がですね、ご家庭で神宮のお札がお祭りされていたと言われております。しかしですね、明治に入るとですね、その御師の制度、またお祓い大麻というのがですね、廃止、そして停止してしまいました。しかし、その頃にはもうすっかりとこのお祓い大麻というのが定着していたんですよね。年末になれば御師がお祓い大麻を届けに行くというのがもう何でしょうかね、風物詩というぐらい、定着していたそうです。それほどですね、定着していたものがいきなりなくなるっていうのはなかなか順応しづらいですよね。そうですかとはなかなかいかないかと思います。当然ですね、その当時もですね、お祓い大麻を求める声というのは多かったようです。多くの人々がですね、大神宮様のお札を、大神宮様のお札をください、受けたいという声が湧き上がっていたそうです。そういった声を受けてですね、神宮では神宮大麻、今のこちらの神宮大麻の法制、作り始めるようになりまして、そして全国のご家庭に頒布されるようになったと言われております。その明治の頃にですね、全国のご家庭に神宮のお札、神宮大麻が頒布されるようになったのはですね、実は明治天皇のおぼしめしによるところがあったそうです。皆さん、神宮、伊勢の神宮でお祭りされている神様、内宮でお祭りされている神様、どなたかご存知でしょうか。おそらくですね、皆さんよくご存知かと思います。そうですね、天照大御神様でございます。太陽のように輝き、そして麗しい、
八百万と呼ばれる神々の中でも最も尊い神様と言われている、そういった神様でございますよね。天照大神様は皇室のご祖先、天皇陛下の先祖にあたる神様と言われております。そして我々にとっては総氏神様、我々にとっては大海親神様として、熱い崇敬がもう昔から寄せられております。その尊い神様、その尊いアマティアス大御神様を拝むための印として、この神宮大麻の法制が始まり、そして全国のご家庭に頒布されたと言われております。私たち国民がですね、神宮大麻というアマテアス大御神様のお印を通してですね、神様を拝むことで、より一層アマテアス大御神様からのお恵みをいただくことができるようにという、明治天皇のおぼし召しによってですね、神宮大麻の法制が始まり、そして全国のご家庭で頒布されるようになったと言われております。まあ、ここからここ広島県から伊勢の神宮に、まあ、お参りをして、直接拝むというのは大変よろしいかと思いますが、一生に一度のお伊勢参りと呼ばれる、時代からですね考えると、なかなか伊勢の神宮にお参りすることが難しいという方の方が圧倒的に多かったと思います。まあ、そういった方にも少しでも天照大神様との縁を深め、そしてお恵みをいただくことができるよう、拝むことができるようにという、そういったおもしめしかと私は思います。現在でも全国の神社を通じて各ご家庭で神宮大麻頒布されておりますので、もちろん皆さん受けることができます。12月号になりますと、全国の神社で神宮大麻、まあ、その年の神宮大麻を受けることができるかと思います。ですのでぜひ皆さん新しいその年の神宮大麻を受けられて、そして、神宮大麻、天照大御神様を拝んで、そして神様とのご縁深め、そしてお恵みをより一層受けていただければと思います。もちろん地元の氏神様のお札とご一緒にですね、こちらの神宮大麻お伊勢さんもですね、ご自宅の神棚にお祭りをし、そしてご一緒に拝んでいただければと思います。